激しい親子対決は曹操に軍配が上がった。曹丕は撤退の際、父に問わるものを託す。それはオリンポスの神の本拠地、ゼウスを守る結界の解き方に関する情報だった。連合軍はこの重要な情報を手に進攻の準備を整える。今度こそゼウスを追い詰める。連合軍は意気揚々と神の領地に攻め込んだ。なんということでしょう。行く手にアテナとアレスの軍勢が。諸葛丹の予想が当たったっちゅうことか。お前さんの言う通り、準備を入念に整えておいてよかったわ。いえ、お役に立てたなら何よりです。あの神様たちを倒さないと前に進めないんだよね。だったら力を合わせて頑張らないと。ええ、何としてもゼウスへの道を開きましょう。さすがは神の軍勢。そう簡単に本拠に攻め込ませてはくれぬようです。なに、物は考えようじゃ。この大軍に勝ちゃ意気揚々とゼウスに会えるで。受けて立つ。せいこい。秀吉様、指揮はこの私にお任せ。三成、あたしと一緒に前に出ようよ。お姉様、行ってくるね。おねね様、引っ張らないでください。行ってこい三成。戦の指揮はわしと諸葛丹に任せればいい。見事な手際だった。そう言っておく。敵の布陣を見るかぎり罠はなさそうだが、皆警戒を怠らず進軍してくれ。軍事件、いざ参る。体の動くうちに進んでおこう。よし、果敢に攻め敵の勢いをくじくぞ。行きます。あちこちの怪物がいる。操っているものが見当たらない。一緒に戦ってください。分かったぜ。アレスたちが後方から操っているのだろう。私も前線に出る。先に怪物の数を減らしてやれ。いざ行きます。天秤、行くぜ。くれぐれも無理はせんでくれよ。皆で生き残ってゼウスの面を拝んでやるんじゃ。まさかお前も英雄を目指しているのか。共に切磋琢磨し、より高みを目指そうぜ。会えて嬉しいわ、清涼の死人組。さあ、今度こそ私のものに。行きます。敵はどうも受け身に見えるの。少しでも足止めできればええっちゅうことだな。こちらにとっては悪くない状況です。積極的に攻め、少しでも戦力を削りましょう。体が動かない。少し休まない。待っていて、バッチョ。大したやつじゃ。お前さんの力頼りにしとる。セイ、うん、セイ、うん、トー、セイ、ハー、うん、セイ、デイヤー、行くぞ、うん、うん、トー、セイ、ハー、セイ、ガッティッティ、バーン、行くぜ、どんな敵も我が槍で貫くのみ。文王殿は正気にあふれていて羨ましい。私も微力ながら尽くそう。おお、英雄と呼ぶにふさわしいご活躍。その姿我が目に焼き付けましょう。よっしゃ、怪物はだいぶ片付いたね。奴らではこれが限界か。人間だ、調子好きよって。いいだろ、俺
自ら相手をしてやる。分かったぜ。受けてたい。お前さんの力頼りにしとで。さあこれも銀行時に何度も。そもそも父上が余計なことを思いつかなければ。おお、英雄と呼ぶにふさわしいご活躍。その姿我が目に焼き付けましょう。ガッテンテン行くぜ。お前こそ真の三国無双なる。ついに主神ゼウスに会う時が迫ってきた。神々しい姿を見れば私の体も治るだろうか。各愛殿、今は目の前の敵に集中しましょう。これが人間の力か。父上、あなたの願いは叶うのでしょうか。おお、レーメン、死の道を開かん。私も行く。今度こそあの男を。大したやつじゃ。お前さんの力頼りにしとるで。もっと時間を稼げると思っていたが、人間を甘く見すぎていたようだな。そうで失敗続き。このまま父上の元へ行かせてたまるか。眩しいまでのご活躍、見れば不思議と気力がみなぎってくる。よく頑張ったね。後でいい子いい子してあげる。まとめてポイント。父の上に力負けするなって。勝手な真似はさせん。培ってきた武勇を見せてやる。ヘルチです。ガッテンテン、遅れずについてきてくださいよ。分かったぜ。はぁ、受けて取って。はぁ、お前は最高だ。心震える感動とはこのことなのだな。さすが見事な働きだ。お前の戦は俺の闘志を燃え立たせるな。ガッテンテン、お前の相手は私だ。駆け引きの妙、見せてやろう。気持ちは俺にもわかる。ただ、世界の危機を前に今は手を結ばねば。それがしは降伏する。
大井殿のことは貴公らに託すとしよう。馬長、大井のことは私に任せろ。あのような手合いは理屈で解き伏せればいい。私も行くよ。あの子のことを放っておけないもの。まさかお前も英雄を目指しているのか。共に切磋琢磨し、より高みを目指そうぞ。復讐の邪魔をするのは誰であろうと許さない。まとめてポイント。私も悪夢を終わらせたい。そんな悲しいこと言わないで。分かったぜ。みんなで協力しないと世界が滅んじゃうんだよ。そう、でもあの男を撃てるの、世界が滅んでも構わないわ。さすが、見事な働きだ。お前の戦は俺の闘志を燃え立たせるな。復讐を遂げても元の世界に戻れば全て忘れる。お前の心は満たされぬまま悪夢は続くだろう。だからここで馬長を倒しても仕方ないんだよ。みんなで協力して早く元の世界に帰ろう。そんな、私をここで馬長を殺せば永遠に悪夢は覚めない。今はあなたたちと共に戦うしかないのね。新しい仲間が増えて嬉しいよ。宝徳、王位、これからよろしくね。うむ、この部、これよりはただ人のために振るわん。元の世界でなければ私の願いは果たせない。なら神を倒すために戦うわ。そうか、これで道を阻む神たちは消えた。あとはゼウスの元へ突き進むだけじゃな。みな急ぐで。ほう、黎明、死の本分を全うしよう。復讐、それが私の唯一望むもの。いいちょ、やりました。行く。申し訳ありません。人間たちの信仰を食い止めることができませんでした。そうか、彼らはどんどん力をつけているようだな。面白い。父上、あなたはこの世界で何をしようとしているのです。こんな大掛かりな仕掛けをしてまだ。うん、少々試してみたいことがあってな。まあお前たちにもすぐにわかるだろう。それまで力を尽くしてもらうぞ。散々働かせておいて真意を話せぬとは。父にとって俺たちは一体何なのだ。この件もまたくだらん気まぐれではあるまいな。口を慎め、アレス。父上はオリュンポスの神々を滑る王。そんな言い方はたとえ子であろうとも許されぬと思え。こと と次第によっては、あの話考える価値はあるかもしれんな。ついにゼウスとの決戦の時ですね。最初に戦った時より私たち力をつけられたと思います。それに結界の解き方も教わりましたし。オーディン、ロキ、ダッキ、そして破壊神、奴らの動向も気になるが、今は目の前のゼウスを倒すのが先決だ。うん、皆で力を合わせ神に挑もう。この世界の謎を解き明かすために。早く言いなさいよ。言いなさいったら。熊姫様、お許しを。恋に恋する乙女のための耳寄りの情報って何なのよ。実はとある村に男気あふれる武将がおるそうな。正義感が強く武勇に秀でた大食漢だそうな。大食漢の男。来た来た来た。長年の修行の成果見せる時。自慢の手料理で胃袋掴んで虜にしたる。
カイ殿の料理は絶品。満たされないこの心が一時だけ慰められるほどに。この機を逃すわけにはいかないわ。